海西山台神宮川入口台、新川入口付近せせらぎ小道は、福島県郡山市にある遊歩道である。郡山市下水道部下水道維持課が管理。郡山市西のうち2丁目若葉町、海西山公園大市に1丁目地内を通る、総延長3キロメートルの遊歩道。水と緑をテーマにしており、小道には、水が流れ、様々な花木が植えられている。 散歩道や通学、通勤などに利用される。近年朝加疎水の生活排水の流入が都市化と共に進み、昔のような清流を復活させることを目的に整備された。市のアメニティの向上を図っている。事業期間は1996年から2001年で、総事業費は約22.3億円。地下部と地上部の二段水路となっており、地下部で 雨水排水路を流れる水を浄化施設で浄化し、浄化したものを地上部分のせせらぎ水路に流している。地下部は防火用水の機能を持ち、防災効果を高めている。地上部の水路は気軽に親しむことができる。遊歩道は災害時の避難通路としての役割も果たしている。バリアフリーで車椅子の利用者も安心して通れる道となっている。 2004年には、南川渓谷と共に美しい日本の歩きたくなる、道五百選に選出された。若葉町、西の内せせらぎ道改正、大新せせらぎ道改正山付近はせび、花街道、大ラ楽ラ、あじさい、猿すべり、木穀、かんつばき、ゆきやなぎ大新付近、浜名デシコ花水木き、ごじ山やし、あやめ、いちい、おとめ セセラぎコミチは様々な賞を受賞している。ありがとうございます。